6月29日に行われた横浜 DeNA 対広島の8回戦は3点ビハインドの8回に上里和樹外野手24の同点3ラン、9回には佐野啓太内野手23の人生初となるサヨナラ打ツーベースで5対4横浜 DeNA が劇的勝利を飾った。実はこの2人、寮から球場までの道のりを佐野の車で共にすることがある。そしてその車中では調子が良い時も良くない時もチームの出囃子を聞きながら互いに励まし高め合っているという、そんな仲の良い2人の揃い踏みとなったお立ち台について、和代明けた30日の対広島9回戦の試合前、昨日の帰りの車中の様子について上里に聞いたところ、実は昨日は体のケアがあり一緒には帰っていないんですとのこと。さらに昨日のお立ち台で一学年下の佐野が顔が似ていると話し、スタジアムの笑いを誘っていたが、そのことについては自分は似ていないと常思っています、どこが似ているのか教えてほしいと笑顔できっぱり否定した。ともあれ、チームの主力ロペスの復帰を劇的勝利で飾った横浜 DeNA、 今日のマウンドは6勝目を目指すチームの勝ち頭ルーキー東だけに、で出足コンビが作った良い流れ、チームの勢いをさらに加速させたいところだ。 CABEMATV 上里抜き司会生土点3ラン、動画はこちら。プロ野球、横浜 DeNA ベイスターズ6月マシンガン打線炸裂、上里の3ランで起死回生の同点。動画視聴はABEMAビデオ、ABEMATV、見逃した。プロ野球、横浜 DeNA ベイスターズ6月マシンガン打線炸裂、上里の3ランで起死回生の同点を好きな時に何度でもお楽しみいただけます。今ならプレミアムプラン1ヶ月無料体験を実施しています。アベマット部視聴予約6月30日13時50分より放送。プロ野球、横浜 DeNA ベイスターズ VS 広島東洋カープ。プロ野球、横浜 DeNA ベイスターズ VS 広島東洋カープ、無料のインターネットテレビはABEMATV、ABEMATV、ABEMATV のプロ野球は去年より数段のパワーアップ。ここでしか見られない全選手のオリジナル紹介メモだけではなく、今シーズンよりオリジナルカメラやオリジナル球場レポ、他各選手の CG